台風7号が新たに発生しています。13日の午前3時、日本のはるか南の海上で台風7号が発生しました。こちらをご覧ください。台風7号は13日の3時現在、日本のはるか南の海上にあって、中心の気圧は998ヘクトパスカル。 北北東にゆっくりと進んでいるものとみられます。でこの台風七号ですけれども、この後、海水温の高い領域を進みます。え現在、海水温、日本の南の海上では三十度以上あるんですけれども、この海水温の高い海域を進みながら。そして、高気圧が弱いところを塗って、ほぼ北寄りに進路を取って進むとみられます。そして、お盆の終わりの頃の十六日の金曜日から十七日の土曜日にかけて。今 よりも勢力を強めながら東日本の太平洋側にかなり接近する見込みです。16日日のの金曜日の 予想を見てみますと中心の気圧は965ヘクトパスカル現在よりも発達して強い勢力になって東の海上を北上すると予想しています最も陸寄りの陸地寄りのコースを取った場合には上陸をする恐れもありますお盆の後半の海や山のレジャーには十分な注意が必要ですこの後波も高くなります明日の午前9時の波の予想ですけれども今のところ東日本の太平洋沿岸遊戯波湖 1>, 1メートルぐらいの波を予想していますけれどもうねりは入り始めますので台風が遠くても波には十分な警戒が必要ですそしてもう一つ台風6号もありますけれどもこの台風6号、えー、日本の遥か東の海上にありますけれどもこの後勢力を強めることなく北西に進んで明日には熱帯低気圧に変わると予想していますただ 北日本の太平洋沿岸にはうねりが入る恐れがありますので、波には注意が必要です。最新の台風情報はウェザーニュースのアプリからご確認いただけます。